就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日は人気のエンタメ業界について解説していきます。エンタメ業界といってもめちゃくちゃ広いんで、その中でも今日はテーマパーク業界について詳しく解説していきます。エンタメ業界のその他の業界に関してはテレビ業界、アニメ業界、映画業界を解説しているので、ぜひエンタメ業界全般に興味がある方はこれらの動画も概要欄にあるのでチェックしてみてください。それではまずは日本のテーマパーク業界の歴史から入っていきます。日本のテーマパーク業界の歴史は非常に長く、その起源は江戸時代にまで遡ることができます。日本最古の遊園地は1853年に創業された花屋敷になります。しかし皆さんがイメージするような現代的なテーマパークが日本に登場したのは1983年の東京ディズニーランドのオープンによるものでした。東京ディズニーランドは日本で初めてとなる大規模なテーマパークであり、その成功は日本全国でテーマパークブームを引き起こします。多くのテーマパークが開設され、それぞれが自身の特色を生かしたアトラクションやイベントを提供するようになりました。その後もテーマパーク業界は発展を続け、現在は様々な形態のパークが存在します。例えばユニバーサルスタジオジャパンは映画の世界を再現したパークであり、サンリオピューロランドはキャラクターの世界観をベースとしたパークになります。またエキスポランドやハウステンボスのように特定のテーマに基づいたパークもあります。日本のテーマパーク業界はその独自性と多様性によって国内外から多くの観光客を引きつけています。その業界は日本のエンターテインメント産業の重要な一部となっており、日本文化の発信にも大いに貢献しています。続いては日本のテーマパーク業界の全体像についてです。まずは業界を代表する2社の売り上げを紹介していきます。1位、ディズニーランドを運営するオリエンタルランド、2185億円。2位、 USJ を提供するユニバーサルエンターテインメント、1409億円となっています。続いては日本のテーマパーク業界の現状についてです。 ES 添削ならキャリエモン。経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると、2022年の遊園地テーマパーク総売上高は前年比 97.4% 増の5807億円、入場者数は 72.2% 増の6031万人でした。2022年は売上高、入場数ともに大幅な増加となりました。この大幅な増加はコロナによってテーマパークに行けなかった方たちがコロナが明けたことによってたくさん入場してくれたことが大きな要因となっています。一方でどれぐらいコロナ前と戻っているのかということを考えるために、2019年と比較すると売上高は1153億円の減少、入場者数も2139万人の減少でした。しかし約7割から8割回復することができており、コロナ禍の超低水準からは脱することができています。ここ数年はことの消費と言われるような体験型のレジャーが非常に好調に推移してきました。加えて訪日外国人がコロナが明けたことによって急激に増加していたり、一人当たりの売上単価というものも上昇基調になっており、レジャー施設全般的に勢いづいている状況になります。このような背景もあり、各企業はリニューアルや新規アトラクションの導入、また新たな直営ホテルの建設に着手をしてきました。しかし2020年に入り、新型コロナウイルス感染症による感染が世界的に拡大し、テーマパーク業界を含むレジャー施設全体が休業を余儀なくされました。東京ディズニーリゾートや USJ、ハウステンボスなどの大手レジャー施設に加え、水族館や動物園、展望台など各地域のレジャー施設が相次いで休業、休園することとなりました。一方2021年以降は徐々に回復傾向にあります。実際にテーマパークレジャー施設各社の19年と22年の売上を比較すると、オリエンタルランドは 20.3% 減、ユニバーサルエンターテインメントは 50% 増、西武ホールディングスは 24.6% 減、東武鉄道は 102.7% 増、ランドワンは 21.2% 増と、大手5社のうち3社がすでにコロナ前の水準を上回っています。2022年には新型コロナ感染拡大抑制に向けたまん延防止策が終了し、行動制限のないゴールデンウィークや夏休みは2019年以来の3年ぶりとなりました。レジャー施設ではアルコールの提供再開や営業時間の拡大、入園者数の制限緩和によって入場者
数が増加しました。また一部の施設ではチケットの値上げや価格変動制を導入したことで客単価が上昇しています。主要企業の直近の動向を見てみると、オリエンタルランドでは従業員1人当たりの売上高がコロナ前を上回っています。変動価格制チケットや有料ファストパスが売上増加に寄与したほか、グッズや飲食代などの収入が増加したことも影響しています。またサンリオも前期から客数が大幅に増加しています。グッズ売上や入場チケットの価格変動制が客単価を押し上げています。また2022年10月11日より全国旅行支援がスタートしたことにより、テーマパークを含むレジャー施設全体のチケット代が割り引かれるイベント割もありました。その他にも入国上限数が撤廃され、海外から多くの方が訪れるようにもなりました。円安効果も後押ししたことによって海外旅行者が一気に増えています。また客単価が上がった要因の一つとしては、以前から問題視されていた混雑しすぎていることによってあんまりゆっくり買い物とかができないよみたいな問題が、コロナによって入場制限が行われて緩和したことによって時間に余裕ができたことで買い物や飲食代の単価アップに起因しています。テーマパーク業界の一つのトレンドとしてはチケット代の値上がりが挙げられます。ディズニーリゾートは2023年10月1日から大人料金を1万900円に値上げすると発表しています。このチケット代の値上げというのは今回いきなり始まったものではなくて、今まで断続的にずっとチケット代の値上げというのは行われてきました。もともと1980年にディズニーランドが開園した時には3900円だったチケット代ですが、現在では変動制になっていて、需給バランスに応じて7900円から9400円の値段になっています。さらに10月にもう一段階値上がりするという状況になっています。オリエンタルランドの広報部の方の発言によると、客数を追い求めるだけでは良くない、これからは混雑を緩和することによってゲストの体験価値を向上させていくことが重要だというふうに言っています。これはオリエンタルランドだけではなくて今後のテーマパーク業界全体にも言えることなのではないかと思っています。日本は少子高齢化が進んでおり、客数を右肩上がりで伸ばし続けるというのは厳しい状況にあります。だからこそお客様が来た時に楽しんでもらえるような価値提供の幅を広げることによって、その分だけ客単価を伸ばしていく、そういう風に各テーマパークが進んでいくのではないかと予想されています。またこちらが日本のテーマパークの入場人数になります。入場人数1位は1235万人の USJ、 2位が東京ディズニーランド1200万人、3位が東京ディズニーシー1100万人となってます。ここから4位のハウステンボスに行くと桁が1つ下がって127万7千人となってます。見ての通り USJ と東京ディズニーリゾート、この2社が圧倒的に強い状況になっていて、それ以外はかなり集客数が少なくなってしまっているという現状になります。また世界ランキングで見ると、1位がアメリカのマジックキングダム1713万人、2位が同じくアメリカのディズニーランドで1688万人となっていますが、この後に続く3位が日本のユニバーサルスタジオジャパン、4位が東京ディズニーランド、5位が東京ディズニーシーとなっており、日本を代表する3つのテーマパーク USJ とディズニーランド、ディズニーシーは世界規模で見ても上位に入る世界的なテーマパークとなっています。それでは最後に業界を代表する2社の平均年収をお伝えします。オリエンタルランド708万円、ユニバーサルエンターテインメント664万円。以上がテーマパーク業界の業界研究となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリエモン。